歌手、工藤静香、50が15日、インスタグラムを更新。36年前に他界した2歳上の兄の墓参りをしたことを報告した。お仕事の帰りに2つ上の兄、お兄ちゃんに会いに行ってきましたと書き出し、一人きりでお墓に行くことはなかなかないのですが、暗闇で誰もいないと、こんなにも心が解放されてしまうものか、とびっくりするくらい、いやいやいや泣きましたとお墓の前で一人泣いたことを明かした。そして、幼い頃、お兄ちゃんの後しかついていかない私を、全身全霊で、すべてのものから守ってくれていました。そんな兄が私の、唯一の自慢でしたと最愛の兄との思い出を、振り返り、もう36年も経ちますが、今でもふと兄の背中に寄りかかりたくなります思い、愛情は、永遠ですね。と兄へのご情、愛情を一字一字に込めながら綴っていた。お兄ちゃんは、工藤のデビュー前、中学生の時に帰らぬ人となったことになる。工藤静香、50が15日、インスタグラムを更新。36年前に他界した2歳上の兄の墓参りをしたことを報告した。お仕事の帰りに2つ上の兄、お兄ちゃんに会いに行ってきましたと書き出し、一人きりでお墓に行くことはなかなかないのですが、暗闇で誰もいないと、こんなにも心が解放されてしまうものか、とびっくりするくらい、いやいやいや泣きましたとお墓の前で一人泣いたことを明かした。そして、幼い頃、お兄ちゃんの後しかついていかない私を、全身全霊で、すべてのものから守ってくれていました。そんな兄が私の、唯一の自慢でしたと最愛の兄との思い出を、振り返り、もう36年も経ちますが、今でもふと兄の背中に寄りかかりたくなります思い、愛情は、永遠ですね。と兄へのご情、愛情を一字一字に込めながら綴っていた。お兄ちゃんは、工藤のデビュー前、中学生の時に帰らぬ人となったことになる。